こちらが東棟の内玄関になります。玄関は当主と来客しか使えません。ですので家族と使用人が使うための玄関がもう一つに必要になり、このように大きな玄関を作っております。こちらの内玄関なんですけれど、最大の見どころはこちらの叩き土間になります。ご覧いただくとですね、亀甲型の模様が張り巡らされているんです。これは自然の石ではなくてですね、砂利を固めて左官職人が砥石で研ぎ出した人造石です。左官の世界では人造石と言い出し、俗に人研ぎと呼ばれる技術です。この遠山記念館にはですね、全国の左官職人たちが戦前の技術を勉強するためにこういらっしゃるんですけれど、その最初の見どころとなっているのがこの内玄関の叩きになります。この東棟はですね、全ての材が欅で作られている、そう欅作りです。で、中でも母屋を支えている一番太い柱がこちら、いわゆるこう大黒柱ですね。で、この東棟ではもう一回り小さい柱がそちらにありまして、そちらをこう恵比寿柱と呼んでおります。大黒さんと恵比寿さん、2人の七福神がこちらに並んでいるという、そういう体裁をとっております。